制が強化される可能性がまた高いようどす。子供の外出はまた禁止ですかね。にゃんとドスケベコールセンターやったんですよ。マニラでね、ナマラデージドテライ小学校ができますよ。マニラ got first。 アイナコーエドワーです。今日もね、しっかりと曇っちょります。かなりね、分厚めの雲ですね。皆さん、フィリピンしてますか？今日もね、いつも通り曇っておりまして、結構ね、涼しめとなっちょります。まあこういう天気嫌じゃないね。さて今何度かなと、29.5 度。縛れるね。ほんで湿度が 72% ですね。かなり高いですね。もうね、ほんまにね、毎日雨ばっかりなんどす。今日のニュースの情報元は PTB、GMA、CNN、イスコマリノ賞の YouTube チャンネルからになります。今日の Add ニュース。さて皆さん、昨日あたりからね、フィリピンではデルタバリアントのニュースばっかりね、なっちょりますよ。もうね、ほぼそれですね。今まではね、ほら、フィリピンに入ってくる人たちからデルタバリアントが見つかっておったんですが、最近はね、フィリピン国内で見つかっておりますからね、この一般のコミュニティでね。こら、えらこっちゃっちゅう寸法ですわね。ほいで、これに対しまして、ドゥテルテ大統領は、このデルタバリアントがフィリピン国内で拡大をしていけば、また厳しい規制にする可能性が十分にあると言うておりますね。ほんで、ドゥテルテ大統領は、ワクチンを打たない者は家から出ないでくれ。そうすれば感染が拡大することはないだろうとも言うておりますね。さらにドゥテルテ大統領は、今はバクシネーションを拡大させることが最善だ。そうすれば経済もさらに再開がさせられる。バクシネーションは非常に重要なことだ。なのでワクチンも打たない者は感染を拡大させる恐れがあるので、家から出るべきではないと言っておりますね。ほいで、ついこの間ね、子供の外出が許可されましたでしょう。ほいでもね、今回のデルタバリアントがフィリピン国内で発見されたことによって事態はね、急変しておりますね。オクタリサーチですけどね、オクタリサーチは NCR プラスありますでしょう。 NCR プラスっていうのはメトロマニラ、カビーテ、ラグーナ、ブラカン、リザールのことですね。この NCR プラスのエリアで子供の外出をね、また禁止にするべきやと提案をしておりますね。ほいで、さらにメトロマニラの市長たちもこれにね、賛成をしておりまして、子供の外出禁止をね、 IATF にリクエストをしておりますね。ほいで、これについてパラニア家のオリバレス市長はインタビューを受けておりました。それによると、デルタバリアントはもうすぐそこにいるかもしれない、我々は油断はできる状態ではないと言っておりますね。ほいで、これについてどうなるのかの結果はまた発表しますよとね、モンティン・ルーパのプレスネリ市長が言っておりますね。ほいで、これについてのリクエストをドゥテルテ大統領も受けておるようなんで、現在は話し合いがされておることでしょうね。ほいで、多分またね、子供は外出禁止になるでしょうね。ほんでね、先週に見つかりましたデルタバリアントが11人なんですね。ほいで、このうちの3人がね、マニラシティで見つかっておったんですよ。ほんでね、マニラではこのデルタバリアントの感染者3人のね、コンタクトトレーシングをやっておりまして、このね、デルタバリアントに感染が確認されておる人たち3人と接触のあった人たち36人をね、見つけたみたいですね。ほいでね、これはね、マニラでしょ。ちゅうことで、イスコバリド市長はこんなことを言っておりますね。フィリピンのジノムセンターではテスト結果が出るのに時間がかかりすぎておると。しかもどのバリアントなのかが分かるのに1週間ぐらいかかっておると。ちゅうことで、分かった頃には感染は拡大しちょる可能性がかなり高いので、もっと早く結果が分かるようにする必要があると、陽明が言うておりますね。このジノムセンターっていうところでね、どのバリアントかっていうのをね、見分けておるんですね。それにはね、門芸こと時間がかかってしまっておるんですよ。ほいで、ジノムセンター側もこの結果を出すためにね、こう使うね、必要なものが不足気味らしくって、検査結果もね、なかなか出せてなかったりもするみたいですからね。ほいで、このデルタバリアントの脅威が他の国を見ておってもね、デージやばいと。
ちゅうことでこの辺をねさらに改良していく必要があると言っておりますね。ほんでね、皆さんドギャーコールセンターがね摘発されちょりますよ。そこのコールセンターでは合計で41人が捕まっちょりますね。しかもこれがねドスケベコールセンターやったっちゅう寸法なんですよ。それがねどういうことか知らざいって気がせやでしょ。実はここのコールセンターではクレジットカードありますでしょ、あれのね登録料を支払えばその後にドスケベマッサージを受けることができますよっていうねなまらうさんくさいことをやっちゃったようですよ。ほいでここのコールセンターではターゲットにしておったんが主にねアメリカの LGBT の人たちやったみたいですね。まあこれはね出会い系サイトみたいな感じですかね。ほんでね誰かとまあ知り合いますと、でコールセンター側は私はアメリカに住んでおりますよー言って嘘をついておるんですね。ほいで使っておりますこの写真もね魅力的な男性のもんとか色っぽい女性のもんをね使っておったようですね。ちゅうことでアメリカに住むドスケベな人たちは騙されるっちゅう寸法ですかね。ほいで話は進んでいきまして、ドスケベマッサージをやりますよー言ってね言うみたいなんですよ。でそのためには登録する必要がありますよー言ってね、しかもその登録料には50ドルがかかりますよー言ってね、ほいでも安心してくださいと、支払いはクレジットカードでいけますよってな具合にねやっておったみたいですね。ほんで50ドルのこの支払いが終わりましたらブロックをしましてドローンっていう感じだったみたいですね。これでねたくさんのドスケベたちが騙されておったみたいですね。それらのやり取りがこんなんやったようどす。ほいでフィリピン警察はこのいかがわしいことをやっちょるコールセンターがあるっていうね、まあ、垂れ込みをね掴んでおったようなんですよ。ちゅうことでまあ調べますわね。ほいでもねここのコールセンター自体はちゃんと届け出とかそういったこともねやってはおったようですね。まあとは言ってもね実際はねドスケベ詐欺コールセンターやったわけなんですけどね。しかもこのコールセンターですが結構ね規模が大きかったようで、今回3カ所のねドスケベ詐欺コールセンターをね摘発したみたいですね。この場所っていうのが一つがバレンズエラシティにあったみたいで、もう二つがねバタンガスにあったみたいですね。ほいで合計で41人が捕まっておったようですね。その時の様子はこんなんやったようどす。ほいでワクチンですけどね、この間フィリピンにねジョンソン&ジョンソンのワクチンが入ってきたみたいですね。ほいで7月18日まででのバクシネーション状況ですが、全体で1509万6261ドーゼン終わったみたいですね。ほいでファーストドーズが1038万8188みたいですね。ほいでセカンドドーズが470万8073終わったみたいですね。ほいで最近の1日の平均が27万1426回になっておるみたいですね。こんなんどっす。で現在の優先順位は A1 から A5 までなんですね。これで優先順位別ではこんな感じのようどす。これで昨日の7月19日の感染者数ですが5651人ですね。だいたいこんなもんですね。これで全ての合計は151万3396人みたいですね。ほいって5332人が回復をしまして72人が亡くなっておるみたいですね。ほいで現在のアクティブケースは4万7561人ですね。こんなんどっす。ほいでね、昨日にね、ハリー・ロケ・シャンがフィリピンとその周辺の国々のアクティブケースの数をね、発表しておったんですよ。まあ、比較をしておったんですね。それがね、どてりゃことになっちゃいますよ。まずはこちらをどうぞ。ね、デージ多い国があるでしょう。アクティブケースの数、1位がインドネシアで54万人、2位がマレーシア12万人、3位タイ11万人、4位ミャンマー6万人、ほいでフィリピンで4万人みたいですね。
インドネシアがね、こないなことになっておったんですね。ちょっとデージ雨が降ってきましたね。薄暗いですね。54万人でこれズバ抜けておりますね。これがね、アクティブケースの数のみですからね。去年あたりやったらね、インドネシアかフィリピンかみたいなことありましたけどね、もう完全にインドネシアですね。インドネシアではね、日本人も結構ね、亡くなっておるようですからね。ほいでね、マレーシアとタイですね。タイではね、隔離なしで旅行者を受け入れてますもんね、もうね。まあこれはね、プーケット限定のね、プーケットサンドボックスですけどね。で、現在ね、バンコクとその周辺ではロックダウン中ですからね。これはまだまだ長引きそうですね。とは言ってもね、フィリピンもデルタバリアントがフィリピン国内で確認がされましたからね。まだまだ増えていく可能性は大いにありますね。もう一回どうぞ。ではここで喉を潤しますよと。くー、今日はね、しゃっこい黒ウーロンティーですね。なんか急に大雨が降ってきましたよ。ほんでね、最近ね、フィルチューブって言いまして、まあ YouTube チャンネルがあるでしょう。知っちょりますか？僕のね、切り抜き動画っていうのをね、やっちょるやつですね。あれですけどね、実は僕がね、やっちょるんやないんですよ。え？って感じどすか？実はね、ここだけの話ですけどね、ここだけの話ですよ。あれをやっちょるんは僕の99番助手のピーナッツくんなんですよ。まあピーナッツくんは僕の助手どすね。ちなみにね、互いたいのマリボーくんは弟子ですからね。ちょっとね、違うわけですね。まあ諸説ありますけどね。まあそのピーナッツくんがやっちょるんがフィルチューブっちゅう寸法ですわね。まあリンク先はね、下に貼っちょきますけどね。見てね。ほいで現在メトロマニナに住んでおる人なら見たことあるとは思うんですけどね、エッサ沿いにあります SM メガモールの前に巨大なね、スタチューがおるんですよ。これどすね。これね、ずーっとあるんですよ。ほいでね、これ以前ね、江戸チャンネル2でポストしちょりましたエッサドライブの時もね、映っておりましたでしょう。覚えちょりますか？これがね、フィリピン人の間でも結構話題に上がっておりましたね。あれは一体全体なんや見てね。なんや、あれはロード・オブ・ザ・リングかとか、悪魔かとか、そもそもなんで顔が四角いんやとか、いろいろとね、話題になっておったんですよ。ほいで僕ね、これがね、お父さんちゃうかなって思うちょったんですね。あの、SM のお父さんのヘンリー・シーですね。ちょっと前にね、ほら、亡くなったんですよ。ほいでそのお父さんのために作ったんちゃうかなって思うちょったんですね。ほいでね、この答えがね、ついに出たわけですよ。やっぱりね、さすが僕ですよ。フィリピン2の僕の予想がね、見事に外れましたね。いやー、まだまだフィリピン2ではないという寸法ですね。実はこれね、ヘンリー・シーやなかったようですね。これがね、フィリピンのアメリカンのアーティストのジェフレ・マニュエルがデザインして作ったみたいですね。これがね、まあ、12メーターもあるんですよ。まあ、もう一回見ますか？どうぞ。結構なデカさでしょう。これでこのスタチューはこう腕時計をこう見ちょるんですね。この意味は時間は重要だよっていう意味が込められておるんだそうです。これでこういうアートをね、タイムスカルプチャー、これでこういうアートをね、タイムスカルプチャーって呼ぶらしいんですね。このアーティストの他の作品っていうのがこんなんのようです。いや、僕もね、ジャパンを代表するアチャコとしてはね、ビンビンとね、この目でこの肌でね、新たな感性を感じてしまいますね。でこのボディは12メーターありまして、ミラーステンレスでできておるようって、複雑なね、この多面体によってこうできておるんだそうです。こんなんどす。なんかよくわかりませんけどね。ほいでこのタイムスカルプチャーは去年からずっとあるんですけどね、ついに7月29日に公に公開がされるようですよ。ほんでね、もうすぐオリンピックでしょう。フィリピンのアスリートもね、バッコンバッコンとね、この今日本入りをしておりますね。以前紹介をしましたウェイトリフティングのディアス選手おるでしょう。彼女もね、日本入りをしたようですね。ほいで体操のカルロス・ユーロ選手と会っちょりましたね。それがこんなんどす。カルロス君ってめちゃんこキャワエーでしょう。前髪をね、これしっかりと揃えてね、僕もちょっとやってみましょうかね。あれもね、こうね、
まあ、カルロス君はね、僕の杉ぐらいに可愛いですね。ほいで、体操とね、ウェイトリフティングは7月24日からね、始まるみたいですね。ほいで、この2人がフィリピン初のね、ゴールドメダルを取るのではなかろうかとね、期待もされておる2人ですね。ほんで、トータルで19人のフィリピンのアスリートが東京オリンピックに参加をするようですね。ほんでね、サンミゲルのラモン・アン社長ですが、どてらいことを言うておりますよ。にゃんと、もしもね、東京オリンピックでゴールドメダルを取ったら、1000万ペソをあげますよってね、アナウンスをしておりますね。さらに、シルバーメダルなら500万ペソ、ほいでブロンズなら200万ペソみたいですね。いやー、ラモン・アン社長がどでらい男ですね。フィリピンってね、あんまりこうアスリートって大事にされませんからね。ダモンデモンでフィリピンではなかなかね、世界で活躍できるようなアスリートってね、育たないんですね。ちょっとどでらいほどの雨ですね。本でオクタリサーチの発表によりますと、現在ニューケースの数が増えておる町とか、病院に空きがない町でハイリスクに該当する町っていうのをね、発表しておりますね。それによりますと、ダバオシティ、イロイロシティ、バコロド、マカティ、ジェネラルサントス、バギオシティ、ラバグシティ、サンタローサ、ブトゥアみたいですね。こんなんどっす。メトロマリナの中ではね、マカティがしっかりと入っちょりますね。マカティってね、日本人とか外人さんがめちゃんこ多いですね。ほんでね、バギオですけどね、バギオでは観光客を受け入れておるでしょう。まあ、バクシネーションが終わっておれば、ネガティブ結果がね、なくても入れたんですね。ほいでもね、今は、バギオもね、ハイリスクに分類がされておりますでしょう。ちゅうことで、ベンジャミン・マガロン市長の発表によると、17歳以下でバギオへ入る場合は、ネガティブ結果がないとね、ダメになったみたいですね。それ以上の人たちは、バクシネーションが済んでおれば、ネガティブ結果は必要がないみたいですけどね。ほんでね、皆さん、マニラですが、イスコモリの市長がまたまたドテレアことをやっちょります。これがね、デージドテないんですよ。何が起こったのか知らざいって聞かせやしょ。にゃんとね、マニラの公立の小学校を作っておるんですよ、現在。なんや、小学校かいって思いましたか。これがね、そんじょそこらの学校ではございません。この小学校っていうんが、そんじょそこらにないかなりええ小学校なんですよ。それがね、こんなんどっす。ヨーメとね、ハニーラクーナ副首相が映っておるでしょう。マニラガッフーストやっておるでしょう。この指をね、突き上げるのがヨーメのね、キメキメのポーズですね。ほいで、この小学校では10階建てで277の教室に図書館、体育館で、バスケットボールコート2つ、ほいでエレベーター8個などなど、他にもね、いろんなもんがね、つくみたいですね。なんか立派なコンドミニアムみたいでしょ。その完成予定の感じ見たいどすか。みなしゃん好きですね。バッテン仕方がなかね。こんなんどす。
こんなどてらいものをね、ヨーメはマニラのね、トンドに現在作っておるんですよ。で、これにはね、だいたい19億ペソぐらいがかかるみたいですね。しかもこれだけではございません。この小学校が完成したら、さらに2つ新たに学校を作るみたいですね。こんな感じの学校。これはなまらデージどてらいでしょう。マニラがね、バッコンバッコンと大きな音を立てて進化していきますね。いや、ケソンシティのここまでその音が聞こえてきますね。チャンネル登録、グッドボタン、お頼申します。それでは、お後がよろしいようで。